鎌倉に来ました。ほぼ夕方です。今日は鎌倉に来ました。今日の宿はここ鎌倉プリンスホテルです。まずはロビーに行ってきます。このエレベーターに乗ったら海が近い感じですね。横に動いてる感じだね。これここはバンケットホールから外へ出ます。見えてきました、海。遠くに見えるのが江ノ島です。トビがいっぱい飛んでますね。これは江ノ電です。ルート134、ちょっとかっこよく読んでみました。ここで江ノ電が来てくれないかな。ここは七里ヶ浜駅の近くです。海風の影響なんですかね。向こう側に江ノ電の七里ヶ浜駅があります。すごい行列があるんですけど、まさかビールズなんですかね。とりあえずこの辺で食べるところを探してみようかな。平日なのに車が多いですね。やっぱりいいところがあまりなさそうだったので、結局戻ります。ここにしよう。鎌倉の有名なカレー屋三号所、メニューはこんな感じです。お疲れ。これはラストひき肉にしようかな。あとシーフードサラダ、うんうん、
これから江ノ電に乗ります。あー乗り遅れた、じゃなくて反対方向でした。はい、来ました、鎌倉駅行き。無事に乗りました。ずっと海がある。鎌倉駅へ。はい、着きました、鎌倉へようこそ。ドアが閉まります、ご注意ください。いってらっしゃい。鎌倉行きすごく久しぶりなんですけど、まだ駅はしょぼいですね。しょぼいと思ったら JR 側はゴージャスなんですね。赤い鳥居の方が商店街なのかな。お店も多いしすごい人でした。どうする？鎌倉のイメージに合う店がいっぱいですね。これはチョコレートの専門店なのかな。生ガトーチョコレート、生だけ日本語じゃん。ここも人気だな。なんとジェラートの食べ放題でした。こういう専門店もありますね。豆の専門店かな。鎌倉らしいお店がいっぱいありました。おしゃれな干物屋さん、やっと到着しました。報告時、入るには配管券が必要です。おお、庭がビューティフルですね。雨降ったら大変かも。タイヤめっちゃ並んでるね。洞窟がありますね。自然の洞窟なのかな。ここで抹茶が飲みたかったんですけど、もう終わる時間になっちゃいました。10分ぐらい遅かったかな。
ここ桜が咲いたらすごいかも。鎌倉に来ました。ほぼ夕方です。結構夕方なんですけど、夕方5時ぐらい、涼しくなった感じですね。今日めっちゃ花粉が飛んでて顔がめっちゃ辛いです。大きい鳥居、昔はこの橋を渡れたんですかね。枝がすごい絡まってる。水漏れしてると思ったら手をここで洗うんだ。こういう風にやってるんだね。今コロナで試作が使えないから、なんとかの儀式の場所。カヤのリンゴをくぐり人形にてお祓いしてください。階段登ります。やっぱり足の筋肉を鍛えないと。やっぱり登ったらいい景色だよね。もうちょっと高さが欲しいな。これは全部お酒なんですかね。すごいいろんな銘柄がある。しばらく食べてないんでちょっと寄ってみます。鳩サブレってケースが可愛いですよね。なんだこれは、ケースがない。この上はメトロポリタンホテル。宿に戻ります。謎のカエル。こうやって見ると行きたくなるんですよね。こっちから乗って、3、4、5、6、14分。七里ヶ浜に到着しました。遠くに見えるのが江ノ島の灯台。来週は鎌倉の続きを載せます。ではまた来週。